ティーチャークーボー、ティーチャークーボー。いやこの青空見てください。暑いね。今日暑いですね、久保さん。これ猛攻に良くないな。まあ、今回は何でしょうかな。久保さんよく見てますね。柴田さんのあのかぶせ動画も見たっぽいじゃないですか。いやまさにね、柴田さんの言う通りでね。でもね、要所要所で、ね、億万長者合宿で言ってるような話もねしてるわけですよ、柴田さん。俺やりすぎちゃったからとかね、やりすぎちゃったからもう見てるところが違うんだよねみたいな。まあ久保さんも言ってましたけどね、もうやりすぎてると、やりすぎたから100万回とかなんか一喜一憂しないし、なんだ なんだろうな。だからそのあ、そう、久保さん、あのね、また質問もらったんですけど、量より質ですか、質より量ですかみたいな、この話ね、また質問が来て、まあ、これからちょっと動画撮ろうかなと思うんですけど、なんかね、その見てると世界が違うんですよね。なんかその一般の人は多分ね、1000本撮ったらすごいみたいな、1000本鼻くそですから小指ですよ、もう久保さんと僕レベルはね。だからその1000本がじゃあ量をやったのかって言われると、いや鼻くそですねみたいな。じゃあ1億本ぐらいやったらそれやったなとか、100万本ぐらいやったら、まあ、やったんじゃないかなみたいな。だって僕このペースでやったら10万本はマストでいくので、だからもうちょっと頑張ればね、100万本いけるわけじゃないですか。だってこれ普通に続けてったらね、100万本、10万本はいくんで、このペースだったら、マジで。なんで、まあ僕が死ぬまで多分動画撮ると思うんで、普通にこのペースで今現状維持でやったとしても、10万本アップロードできるんですよ。だからこれの10倍ちょっと頑張ったら、100万本いくわけですよ。で、これ1億本アップしたら、さすがにやったんじゃないか、久保さん、みたいなね。久保さん1億本はねえだろみたいな、こう全世界でも1億本アップしたやつはいねえんじゃないかみたいなね。そうなんかね、100万本もね大したことなくなってきましたね、もうなんかまあ普通になんか、まあ、やり方も、100万本に関してはやり方もあるんで、それを実装すればできますから。でもまあ普通に現状維持でやっててもまあいくかなと、10万本いくし、まあその10倍やれば200万本でしょみたいな。でその10倍頑張らなくてもやれる方法もあるんで、それを実装するかしないかですね。まあ実装しなかった場合は自力でやればいいだけですから、10倍ね。そう、やっぱね、見てる世界が違うんですよね、本当に。もう本当ね、なんかやっぱね、柴田さんはね、もう僕はもうチャンネル登録10万人以下から僕はね見てて、あ、この人本当に頭いいなと思って見てましたから。で最初はなんだろうな、なんかすげえ過激なことやってるなぐらいだったんだけども、全部動画見てね、当時ね、多分5、6年前なんですけど、まだね、柴田さんが10万人まで行ってない時ですよ。で、この人、すごいなと、な動画見ながら、これ、で見ながらね、そのいろんな情報を見ていく中で、あ、これ狙ってやってんだと、狙ってやってんだ、すごいな、逆にすごいなと思って。自分で役者を演じてね、動画、どういう風に動画を撮れば、だから竹原さんとの動画に関しても、どういう動画を撮れば絵になるかみたいなね、まあそういう感じでね、まあそう、ちょっとそういうセリフが入ってる、なんだ、シーンもありましたけどね。田舎ですね、久保さん。暑いな。帽子必要っすね、これね。だからその見ている世界がね、やっぱね、久保さんと僕の見ている世界と感覚だったりとか違うんですよ。暑い、めちゃくちゃ暑いな。ちょっとロケーション間違えましたね、久保さん。イージーミス、洗濯ミスしました。いや部屋で撮ればよかった。まあでもね、絵的にいいじゃないですか。絵のために頑張りますよ。もう田舎感出てるでしょ、田舎ですけど。まあ東京にはないですからね。だからそのお前にとって量はなんぼやって話ですよね。お前にとっての量はどれぐらいの量を言うとんねんって。そう、
で、お前にとっての質って何がどれぐらいの質なのと。ピクサーズとかね、あのワーナー・マイカルとかピクサーズとかディズニーとかの質作れるのかと。ね、いやそれ作れるんだったらそれ質でいいんじゃないみたいな。だから僕ね、あのピクサーだったかな、ピクサーで働いてる日本人の人、アニメーションですよね、ピクサーズのその働いてる日本人の人が髪の毛作ってたんですよ。その 3D でね、髪の毛はそのアニメの髪の毛のなびくみたいな、その髪の毛のなびくのに6ヶ月ですよ。マジでみたいな。どんだけ質求めてんのみたいな。え、そこですからね、質って。質求めるってさ、マジで髪の毛1本のその動きだったりとか、そこに半年かけるんですよ、質を求めるんだったら。だから見てるところが違いますよね、その質も。質ってそこ、そういうとこですよ。だから動画の編集で行くんであるならば、全テロ当たり前、全テロ当たり前、切り替え当たり前、あの8カメ、8カメ言い過ぎか、まあ、3カメ当たり前とか。だからテレビ番組とかね、1カメじゃないですよ。カメラ何台も持ってますからね。そうじゃないですか。こういう旅番組みたいな絵面でも、マイク担当もいるし、カメラも2台3台こう回ってるわけじゃないですか。え、そうですよね。じゃあそれやりますかっていう話で、じゃあそれやるんだったらやってくださいみたいな。そう、何をもって質なのかと、何をもって量なのかと。ちゃんちゃらおかしいですよね、ちゃんちゃらおかしい。まあそういう人に限って質も量もできてないっていうね。全部中途半端っていう。まあ中途半端がいいんじゃないですか。うん、中途半端がいいんじゃないですか。久保さんが言ってましたよね、中途半端がいいんじゃないかみたいなね。そう、いや僕はね、中途半端で終わらせたくないですから。一度きりの人生ですから、ぶち抜いて人が、まあ、暮らせない生活スタイルですよね。多分僕の生活スタイルはほとんどの人が一生かかっても無理だと思うんで、一生かかってというか、まあ、やろうとしないからねあれですけど、まあ、僕もね、柴田さんのね、話、名言がね、好きで、さっきの出てきた動画ですよね。僕も見てたんですけど、死ななきゃいいっていうね。あれ、すごいいい考え方ですね。死ななきゃいいっていう。いや、僕もそうっすもん。なんか、別にその、YouTube 使ってますけど、別にそのね、よくね、塾生さんでいるんすよ。これも。チャンネル登録が伸びませんみたいな。いや俺 YouTuber になろうぜっていうドリームアカデミアでね、 YouTuber で有名になろうぜっていうことを教えてないですからね。だけどチャンネル登録気にするわけですよ。チャンネル登録が増えます。いや気にしないといけない。リストマーケティングしてんだから、メルマガとかでセールする、 LINE とかでセールするんだから、気にするべきところはそのメルマガに登録者があったのかないのか、そこでしょと。もう極論言うと、売れてんのか売れてないのかと。ね。そこですよ。別にメルマガ使わなくてもね、YouTube で直売りして売れるんだったら、リスト取らなくても売れるんだったらそれはそれでいいんですけど、何のためにやってんのかって話で、ね。別に有名になるためにやってるわけじゃないし、教えてるわけじゃないし、ね。自由に稼いでね。んで、自由な生活すると。月収100万あれば、まあまあできるでしょっていう。なんかね、気にするんですよね。チャンネル登録が伸びませんみたいな。いや、そこを教えてないけどな、みたいな。全く僕ね、チャンネル登録してくださいねって言ったことないですからね。YouTube で。マジで。だってそこ意味、僕にとっては何の意味もないですもん。チャンネル登録してね、みたいな。買えと。俺の商品買えと。俺明確なんで。YouTube やってる理由は、俺の商品を売るためだと。それ以外何でもない。それ以外何でもないので。チャンネル登録が増えようが、再生数が増えようが、商品売れなかったらダメなんですよ。もちろん今広告入れてるんで、ね、万が一バズって100万回とか回ったら広告収入入ってくるんで、それはそれでいいんですけど。そう。まあそんな100万回ね、久保さんも8年ぐらいやってますけど、100万回回した動画一本もないでしょ。ね。久保哲郎チャンネルではね。まあ他のそのスクロール動画とかのやつは言ったかもしれないですけど。僕も別にいらないですもん。100回でいいんですよ。まあ、ちゃんと商品売れてれば別に再生数100回でもいいです。でこの前その、まあ、前回の動画でも言ったかな、なんかその30万入金していただいた方も僕の動画なんかその背取りやってたのかな、それでなんか動画見てたら僕の動画出てきて、でそれで、まあ、普通だったらフロント商品を買って
である程度関係性が構築されてからバックエンド入るんですけど、その方はもう直撃です。無料直撃、僕の無料動画を見てファンになってくれて、もう直撃でバックエンドする。そうだ、再生数1ですよ、新規の。まあそのまあ、他の動画もいっぱい見てると思いますけど、いやなんか久保さん、なんか髪の毛が羨ましいです。なんかこれすごくないですか、これ。いいねこれ、いいね、いいっすね久保さん。いや、いいじゃないですか、この田舎感。やっぱね、ライバル不在ですからね、ここでね、動画撮ってるの僕ぐらいですから。本当に。マジライバル不在ですね。オーシャンブルーです、オーシャンブルー。だからね、あなたはどんな景色を見たいのかって話です。で、あなたはどんな人生、ね、もう限りある人生の中で、どんな景色見てね、最後終えたいのかと。でもしこういう景色を見て、生涯を終えたいんだったら、見るもの変えろと。見るもの変えろ、聞くもの変えろ、やること変えろと。あなたの基準とかあなたの常識は、あなたのその常識以上にいかないですからね。だまあそのね、まあ、アンサー Q&A のアンサー動画でもちょっと言おうと思ってるんですけど、僕がまあ寮をねこう始めた理由は、もう完全堀江さんだったりとか、まあ、堀江さんも結構、堀江さんが一番最初かな、でその後は光くんのあれもあったんだけど、堀江さんってライブドアでね、あなたライブドア作っ、まあ、ライブドアじゃなくてもいいんだけど、時価総額何百億みたいな会社作れます？僕ね、無理。僕あの IT バブルの時ね、テレビずっと見てて、ライブドアの時価総額すごい、うわーってなってたわけですよ。で連日連夜ホリエモンですよ、すごいなと見てたわけですよ。でそんな人がね、まあ事件が終わって、まあ、YouTube やってたわけですよ。でまだチャンネル登録10万人もいってない、多分2万人か3万人の時かな。みたいな、あれだけことをなした人が、あれだけ有名な人が、多分ホリエモンも知らない、まあ今の世代は分かんないですけど、昔だって絶対テレビつけたらねホリエモン流れてましたから、ホリエモン知らない人いないんじゃないかぐらいの認知度ですよ。めちゃくちゃ認知度あるのに、10万人いってないですよ、数万人。僕が見た時ね、6、7年、結構前なんですけど、マジかと。でそのことを成したね、僕じゃ絶対できないことを成した人が、なんかメルマガの Q&A のみたいなね、その1000本ぐらいやってるんですよ。マジかと。マジですかみたいな、堀江さんマジですかみたいな。その質問ね、もう質問ひたすら答えてるわけですよ。まああのアナウンサー付きでねやってましたけど、まあ、今もやってんのかな。であれ見た時にね、僕は感じたわけですよ。あんだけ偉大なことをね、普通の人じゃ到達できない領域の結果を出した人が、メルマガ読者1000本ぐらいやってるわけですよ、Q&A。その凡人のね、どんなことしてもあんな結果を出せない僕がね、それ以下のことやってたらね、もう普通に無理だよね、みたいな。普通に無理ゲーでしょ、みたいな。僕はすげえ感じました、あの堀江さんの。まあ今100万人チャンネル登録行きましたけど、堀江さんも言ってますけど、俺やったよ、まあ、8年か9年ずっとやってるよ、みたいな。たまたま、なんか、その、一発撮りのやつが当たって、みたいなね。なんかいろいろ、まあもちろんその中でもいろいろ試行錯誤はあったけど、みたいな。いろいろ言ってましたけど、まあ柴田さんも8年ですよ。ね。しかも、その初期なんか、堀江さんの初期なんかはそれやってるわけじゃないですか。1000本以上やってますよ。だからそのなんか Q&A でボリュームなんてついてるわけですよね。あ、こんなやってんだみたいな。まああと光くんが、なんかいきなり YouTuber で活躍し始めて、もうこれいきなり出てきたぞみたいな。あれこの前までこの前まで情報商材こいつ売ってたのになみたいな。だからその時ね、僕広告も見てましたから、どうも、まあ、YouTube の広告出してたんですよね。
金髪で、どうも金髪起業家ヒカルです、月収1000万みたいなYouTube 広告を6、7年前出してたわけですよ。で、パッでね、ブログもやっててメルマガもやっててなんかガンガン売ってたと思うんですけど、で、パンって消えたんですよね。で、その後なんか YouTube でいきなり出てきて、あれあいつなんかもともと情報商材やらだろうみたいな。で、じゃあゲームズチャンネル見たらもう7000本ぐらいアップしてるわけですよね。マジかと。マジか。7000本アップしてるぞ、こいつみたいな。なんだろうな。それを見てどう感じる？あと、堀江さんがね、こんな話してたんですけど、あのね、みんなね、バカかと。なんか有名人をね、まあセミナーとかイベントの話をしてたんですけど、なんか有名人を起用したら集客できると思ってる大間違いのやつらバカがいると。来るかいなと。来ねえよと。俺を呼んだところで来ねえよと。集客頑張れよみたいなね。なんか呼んだだけで集客勝手にされると思ってて。なんなのって。俺もなんかイベントやるとき大変だよと。人来ないから、もう、なんだ、営業毎回するよっていう。集客活動毎回してるよっていう。ね。名前があるから集客できる？なわけねえと。で、それは何回もイベント活動を堀江さんはやってきたから、その、まあ、僕もセミナーも何百回もやってますけど、ほんとセミナー集客って超大変なんですよ。セミナー集客はね、すげえ大変ですよ。そんなに簡単に集まんない。堀江さんの言う通り、自分の時間使って、移動も使って、休みも取らないといけないとかね。あるわけじゃないですか。だから商品売るより、セミナー誘導、イベント誘導ってめちゃくちゃ難しいんですよ。でもこれやった人しかわかんなくて。堀江さんの話聞いてて、おっしゃる通りです、みたいな。おっしゃる通りです、と。で、堀江さん自身が自分でイベントやるときは、来てください、来てください、みたいな感じで、ね、営業してるわけですよね。だからね、あれですよ、そんなあんまないと、あんまないんですよ、竹原慎二も言ってますよ、そんなあんまないと、人生あんまないぞと、だからいいんじゃないですか。まあ言い続けるけどね、言い続けるけど、まあ今のまま現状維持で、なんだ、手取り14万っていう現状維持でいいんじゃないですかね。手取り14万の現状維持で。どうすかね。いや、それが嫌なんだったら、嫌なんだったら見る場所変えろ、聞くもの変えろ、やること変えろとかだし、全部変えろと。やっぱね、見てる景色がやっぱ違うんですよね。だから久保さんも言ってましたけど、やっぱ落として話さないと話せないんですよ、もう。で、落とすの結構もうめんどくさくなってきて。僕はまだビジネスやってるんで、Q&A でね、回答し続けますけど、落とすのめんどくさいんですよね。知らねえよっていう。はっきり言って。ね、久保さんが2階から降りてきて、どの子のみたいに言ってましたけど、正直めんどくさいですね。でもやりますけどね、僕はそれでもやりますけど、それでもめんどくさくてもやりますから、そうやりますよ。まあ、ドリアカは日本一にしますんでね、やりますよ。久保さんは引退してるんでね、勝てますから、哲郎に勝てますからね。この調子で僕10年20年ビジネスやってたら絶対久保哲郎に勝てるでしょ、ビジネスはね。その隠居は無理かもしれないけど、ビジネススキームはもう磨かれに磨かれるはずですよ。だって毎月このもうちょっとで丸5年ですけど、毎月商品売ってますからね。これはね、結構ね、自信につながってますよね、自分の。いや、この再生数で、この顧客数で毎月商品売って毎月売り続けてるっていうのは多分なかなかできないと思いますよ。で、これ10年やったら、まあまあ、まあ、えぐいっすよね、久保さん。いや、まあ、とんでもないところに行きますよ。イチロー選手が言ってましたけどね、小さいことを積み上げることがとんでもないところに行く、ただ一つの道とはね、
一郎が解いてるわけでございますよ。まあ僕はとんでもないところに行っちゃいますよ。まあ行こうとは思ってないけど勝手に行くでしょうね、この活動続けたら。最近思いますもん、本当に。なんかやっぱその一動画の再生数はやっぱ少ないんだけども、やっぱね本数増えてるんで、やっぱなんかさっきの人も新規で直撃でバックエンド買ってるわけなんですけど、来るわけですよ、ポツ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 。まあやっとってよかったなと思いますね。だって僕せどりの発信してたかなと思うんですけどね。まあでも動画いっぱいあるんで、転売の話もいっぱい多分したやつもあるでしょうから。そう、いやー暑いですね、久保さん。さあ暑い久保さん、この猛暑ね、多分外の気温30度は超えてる中、この喋り続けて歩くっていうね、狂気の沙汰ですよ、狂気の沙汰。見てる人はクーラーで見てるでしょ、クーラーで見てるでしょ。あー自然の風いいっすね。うん、ダイエットする、ダイエット、ダイエットする必要ないけど。いやどうすか久保さん、これいいでしょ。やっぱねここにはねちょっとコロナは無縁ですね。密がない。人がいるとやっぱこれねエチケットでね、なんかあれですけど、さすがにここでマスクしなくても大丈夫でしょ。どうですかこれ、マスク必要ですか。ここはマスク必要じゃないでしょ。さっきねちょっと人あのちょっといたんでしましたけど、いやここはマスク無縁っすね、さすがに。もう風通し抜群でございます、抜群抜群。まあ今ねマスクって、まあ、あの相手にそうねエチケットとしてするみたいな感じかなと思う。だってぶっちゃけ言うとマスクしてもね目からも感染するわけですから、本気で予防したいんだったら、あのボーボーボーマスクしないとダメですから。ボーボーのこんな病院の本当に隔離してる入る時のあれで生活しないといけないですから、本気で守るんだったら。マスクはもうエチケットですよね。なんかだってマスクなんだ、まあいいや、またこの脱線しそうなんで。いやーこれ このね草厚い中でねマスクして歩きながら喋ってたし、酸素不足になって死んじゃいますね。死ぬ。めちゃくちゃ暑い。暑くてもやりますよ。まあ、どんな状況でもやるっていうのは僕のポリシーですから。どんな状況でもやる。なんで、やらないと変わんないですから、何もね。ね、こんなね歩きながら何に喋ってんだと思うんだったらお前がやるよってね、お前がやってみろ、お前がこの草厚い中出て30分ね、今23分か喋りながら歩いて動画撮ってみろと、まあまあかなりきついよと。結構もうリュックのね後ろビチャビチャですね。まあほんのねやんないですからねみんなね、な口だから別に言うのはいいんだけど、で言うんだったらやれよっていうね、柴田さんも言ってましたけど、じゃあお前当ててみろよみたいな。言うんだったらお前当ててみろよっていう、500万回ってマジで、ね、当てるの難しいと思いますよ今。あびっくりした、すいません、熱中しました、熱中症です。熱中症あんま車通んないんでね。ごめんなさい。あいやいやいや、まあもうちょっとだったら終わりましょうか、30分。暇つぶしですから動画は、まだちょっとつかないんでね目的地まで。そうこれもね、あの拓郎かなと思ったんですよ、拓郎かなと思ったんですけど、いやこれ絵的にいいなっていう、絵的にこのね僕はバックパッカーみたいな感じの、なんかそういう、まあどちらかというとブランディング的に言うと自由にやってますから、まあその絵面としては、ね、この田んぼの中で動画撮るっていうのが、絵面的にいいじゃないですか。よし、動画だと。
そう、まあ、しかもねこうタクシー代も節約できるしね。そう、車ですね。あれ、ここ結構車通るな。今3台目ぐらいですけど。本当ね、鹿児島はね、あれですよ。夜とかね、本当に車全く通ってないですから。夜マジで通らない。マジでね、通らないですよ。ちょっと水分補給しないと熱中症になりそうだな。ちょっと神社行きます。目の前に神社あるんで、ちょっと神社で終わろうかな。ちょっと水分補給します。ちょっとやばい、ちょっといや熱中症になる。これはもう直毛ですよ。髪の毛薄いからね、直毛です。暑っ。まだ歩かないといけないですからね、僕ね。タイトルどうしようかな。竹原慎二と柴田の名言とかにしとこうかな。ね、ちょっとあの再生回ってますから、あれ。あの YouTube の検索ワードでもね、あのサジュースで出てましたから。いやいやいや。ああ、いいじゃないですか。木陰が、ごさん神社。あー、いいっすね。これ伸びるんですよ、久保さん。いいじゃん、久保。おー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 、いや見てください、これ。ほら、やばないですか、これ。うわ、熱っ。脇汗やべえな。脇汗がやばいっす。やんないでしょ、やらんでしょ。このクソ暑い中、30分歩いて喋るのはなかなかやらんでしょ。僕はやるけど。僕はやりますよ。僕はやる。あなたはやらなくていいんだよ。僕はやります。やっぱね、なんかな、僕が行き着いた答えは、まあ、やるですね。まあ、これからもいろんな動画撮りますけど、僕の答えはもうやるしかないですね。セミがすげえな。セミも鳴いてんじゃないですか。ね、子孫残すために泣いてますよ。やってるじゃないですか。なんでみんなやんないのかな。いや、やんないんだったら言わなきゃいいじゃんって話じゃないですか。どうせやんないんだから。どうせやらないんだったら言うなって言うね。そう、どうしたいのっていうね。人生変えたいんだったら行動変えろよと。ね。まあ当たり前のことなんですけどね。当たり前なんだけど。当たり前のことやんないですよね。まあ当たり前のことができたら苦労しないんですけどね。だけど、僕と久保さんは苦労じゃないですから。あの従業員はね、苦労でしたね。あれはもう、あれはちょっとね、自分じゃないですから、問題的に。自分じゃないんで、従業、まあ自分じゃ自分なんだけど、自分じゃないというか、従業員の精神は従業員の精神ですから、僕の精神ではないですから。結局自分の人生は自分で決められるし、自分で動けるし、別にもうね、なんかその、親の元で暮らしてね、
親に飯作ってもらってね、親に家賃払ってもらってね、親の管理下にいるわけじゃないじゃないですか、大の。まあ、その大の大人として、まあ子供の場合は別ですよ。別にもう管理離れてるわけですし、20歳になったら酒も飲めるし、タバコも吸えるし、国が許してるし、もう大人なわけじゃないですか。だから自分の選択は全部自分の決められるわけですよ。ただ、ちっちゃい頃は管理下に置かれてるんで難しいですよ。ちっちゃい頃はね。だから僕ね、もうちっちゃい時から親から離れたいと思ってましたからね。ずーっと。だからまあ、中学校卒業してすぐ親離れましたけど、そう。もう管理されるのがまあ昔から嫌だったんでしょうね。いやー、夏っすね、久保さん。ね。一応、久保。夏ですよ、夏。いや、これね、10年後も20年後も久保さんとのやり取りしてると思うと、これね、久保さんの表情どう変わっていくんですかね。僕もお世話になってきたと思いますけど。これ結構でも伝説になりますよね、久保さんね。10年後も20年後もこれずっとやってんだから、生きてれば。ね。マジ伝説になるだろうな。だって億万長者シリーズだけでも1万本はほぼ確定だと思うんで、このままやればシリーズでね、シリーズ10作20作30作シリーズ1作が999本ですから。これだってこのリターンズももう久保さん終わりますよね。あと200本ぐらいでしょ多分。だからリターンズも終わるし、次のあのタイトルももう考えてありますから大丈夫です。いやー、これ伝説になるな、久保さんね。まあ、終わりましょうか、そろそろ。終わりましょうか。そろそろ僕も、移動しないと。はい、ということで、いってらっしゃい。